ミハイル・オシポービッチ・ドリボ・ドブロボールスキー・ミハイル・オシポビッチ・ドリボ・ドブロボールスキー1919 19年11月15日は、ロシアの工学者、電気工事士、発明家。サンクトペテルブルク近くのガッチナで、マズオブ社に起源を持つ祖父の家系であるポーランドの貴族と、ロシア人貴族の家系の間のつながりを通した、混ざった起源を持つ家族のもと生まれた。 ロシアのアレクサンドル2世の暗殺の後、その政治的視点の迫害により、ドイツに移住した。ドイツのダルムシュタット工科大学で学び、1887年からアイグで働いた。22歳の時のドブロボールスキー多層電気システムの創始者の一人であり、三小発電機や三小電動機を開発し、バイデルタ結線を研究した。 参照システムの成功は1891年のインターナショナルエレクトロテクニカルエキシビジョンで展示されドリボドブロボルスキーはこのシステムを用いて 176km の距離を75%の効率で電力伝送を行った1891年には参照変圧器や短絡誘導電動機を作成した1891年に 世界初の参照水力発電所を設計した。生涯で60以上の特許を取得した。1911年、ダルムシュタット工科大学から名誉学位を授与された。ドイツのハイデルベルクで57歳で亡くなった。ありがとうございます。